お前が最初の相手か。なんだ、この殺気に満ち溢れた部屋は。いや、違うな、この殺伐な気配を出しているのは。あの女だ、気を緩めたら体全体が穴だらけになりそうなくらい。恐ろしい殺気。お前の合図で開始してやる。今の状態のお前を殺すのはアリを潰すよりも容易だ。後悔のないように万全で来い、力量差を見せてやる。気前がいいんだな、ありがたく準備させてもらう。待たせたな、ならそろそろ始めるぞ。律儀だな、わざわざ合図するとはな。勝負は非道、勝つためならあらゆる手段を使って挑まなければ。約束のチャンスも消えてしまうかもしれないぞ。つけるでも距離を置くでもなく、ただ自分の有利な体勢を確保した。近距離が得意なのか。そこそこだって見えてる。お前が次どうやって攻撃を仕掛けるかなんて容易なんだよ。そこだって近距離は得意だ。どうさ、が見える以上お前の攻撃で不意打ちを食らうことはない。お前も近距離が得意なら速度を奪う。重砲。油断はしない、躊躇している暇なんてないんだ。メリアのためにここで確実に倒す。一方。大丈夫、革命だけの世界を見せてきたからだろうな。同格、もしくは少し強いくらいなら恐怖すら感じない。高い質だ、覚えてたったの1週間だというのにこのクオリティ。アンストッパブルもサブ当然のように落とし込んでいる。この短時間で見解を広めたことで視野と創造性を培ったってわけか。これが正式な試練でなければまた導いてやりたかったものだ。だがこれは試練、立場と契約上、絶対に主を殺める必要がある。それがここで私たちに求められる唯一の使命。守り導くことも使命なら、こうやって全力で挑み、返り討ちにするのも使命。悪く思うな。こいつずっと背後を向いている。何を考えているんだ。お前に見えているものはどれだけ先のものか把握しているか。その上、まだ本質を理解していない。それで私に攻撃を当てようなんて。核の防衛はそう甘くないぞ。攻撃で重くして、一方で反射するように設定して、その上オーラをガードに全振りしたのに。全部貫通された。まさかこんな奴をあと11人も相手しないといけないのかよ。ねえ、このままだと俺、メリア救出どころの話じゃないぞ。負けたら扉の前に戻されるのかよ。扉は開かない。説明通りならとりあえず一周しないとダメってことになるのか。正直次どうしたらいいのかわからない。もしさっきのレベルが相手だと俺がどれだけ頑張っても無理だ。そんな状態で最低6勝しろって。勘弁してくれよ。考えなしに扉に入るからやられるのです。少しは冷静に考えることをおすすめしますよ。誰だ君は。俺をここに閉じ込めた関係者か。関係者ですね。もっと言えばナビゲーターの役割を担っています。この試練は一戦一戦に意味がある。むやみに戦えばいいという話ではありません。ただ戦って勝つだけなら私は配属されません。この試練はあなたに理解してもらうことが目的。現実を知って身の程を知ってもらう。だけどそれをしてふぬけられても困る。だから理解し、一度自分の力と可能性に向き合い、自力で成長をしてもらう。なるほど、だからコテンパンに負けることと勝つこと、半数に勝てというのは成長の意を込めてってことかよ。あなたは自分で勝手に思い込んでいるはず。現時点で劇的な成長は見込めないと。それはそうでしょうね。他人から得たものを自身の技術として取り込むには時間がかかる。能力の法則を理解するには時間がかかる。あなたは他人から得るものからの成長を基準に考えている。だから劇的な成長が生まれない。要はいい加減自分で考えて成長してみろってことか。他人に自分の成長を押し付けるなって言いたいんだろ。そういうことです。理解してくれてよかったです。さあ、この試練の意味を理解したところで次はどの扉に入りますか。すでにいっぱい。現状の自分自身を再認識しなければ気づきは得られませんし、成長はありえない。どうせどの扉に入っても状況は変わらない。まずは理解しないといけないんだ。ならこのまま時計回りに扉に入っていくよ。青の扉、そこにいるのは守備の究極系、守りに特化した者がいます。ちなみにあなたが先ほど入った赤の扉、あの部屋にいたのは攻撃の究極系、攻撃に特化した者だった。一部始終見ていたけど、攻撃特化の相手に生半可な守備に回ったのが敗因かしらね。あとは自ら無作為に飛び込んだことかしらね。相手は最初冷静に観察していた。先手にはメリットがある。だけど後手にだってメリットがある。それを忘れないことね。守備か、守りといえばアランさんと戦った時を思い出す。隙が全くなかった。そんなアランさんよりも洗礼された守備がこの扉にいる。もしまた通用しなかったらどうしよう。俺はまだ前へ向けるのか。その勇気を持っていられるか、その自信がない。どうしました、おじけづきました。
当たり前だ。戦う時はいつも怖い。仲間でごまかしてたけど、やっぱり怖いものは怖いんだ。でも逃げてられなかった。今もそうだ。だから怖くても前に進むんだよ。逃げる恐怖より失う恐怖の方が俺はすごく嫌だからな。失う恐怖、それはあなたは誰かに依存しているとも言える。依存もいいですが、他人に重点を置いた感情は環境に左右されやすい。もっと独立してください。でなければ本当に守りたいものすら守れず、あなたを大切に思う人の気持ちすら守れず、友倒れ、破滅の道です。あいつか。専攻か高校か選ぶ。またこっちに選ばせてくれるのかよ。これは野蛮な戦いではない。正式な決闘だから不意打ちなんて品のないことはしない。どうする、次は高校にするか。どちらにせよ相手が能力を発っている間にこっちも準備ができるからな。先手はお前にあるよ。今まで程度の低いディフェンスタイプとしか対峙してこなかったのかな。本当のディフェンスを見せてあげる。ちょっと待て、なんだあれ。守備と聞いてたけどがっつり守りに入った。攻撃しないと勝てないぞ。当初、触れた瞬間ドライアイスでも掴んだのかって思った。なるほど、ただ守るだけじゃないってことか。守りは当然だけど、攻撃してきた相手に着実にダメージを与える。我慢比べ確実の超耐久持久戦、何の精神力だと絶対にできない戦法だぞ。しかも身動きを取らないから、点検、もう動作、もう見えない。俺の衛星版にとって最悪の相性じゃないか。電気、氷かと思ったら電気も、まさかこのだけ、遠隔で攻撃と守備を行うのか。やっぱりこれだけでも過剰だったかな。主様は寝ると本質が近い、寝ると最も相性がいい私だからこそ、寝るに近い主様への戦い方は理解している。この盾に気配はない、そして目に入らない限り衛星弾は動作しない、そして私の衛星弾は相手の守りを見る。どこを守っているのか、それが視覚化されるから必然的に守りの薄いところ、視覚を確実に狙うことができる。だから 100% 不意打ちが成功できる。嫌な目を見た。あれは憎悪、私に対する憎しみ、一番向けられたくない目だった。この試練では私たちも本体とは別の器に移され戦わされる。だから本体には害はなく、意識と今回の場合1ミカドーラ君の実力だけ出すことができる。私たちが勝てば元の器に戻り、負ければ長期間のペナルティ、そして主様は倒したヘブンズハートのオーラ分を無償で召喚することが可能になる。今は主様が1ミカドーラで私たちが1ミカドーラ分の力で戦える。だけどもしこの試練で主様が勝てば主様が0ミカドーラ召喚で1ミカドーラ分の力が常時出せるようになる。だけどそれは私たちの価値が下がると同意、だから絶対に負けたくない。負けて無償召喚されれば私たちは主様からミカドーラをもらえなくなり、恩恵を受けれなくなる。丸ミカドーラ分は払う価値なしと言われるようなもの。この試練は主様が私たちの査定をする儀式、だから絶対に負けるわけにはいかない。私たちには価値があると示さないといけないから。今回は特別ルール、主が6勝した周で負けた者をペナルティとするという緩和された条件で強制的に構成員、候補生、騎士まで呼ばれた。この試練、私たちも本気だよ。恩情があるなんて絶対に思わないで、主様。まったく、久々にワクワクさせてくれる企画を思いつくものだな。常に狩る側の私がまさか狩られる側になる試練、リスクを背負うことができる決闘、良いではないか。だがまだぬるいな。声に出したら対策されてしまうかもしれんから言えんが。ぶっちゃけ、自分の価値が下がってでも、主様が私を求めて外に居やすくなる、そちらの方に需要を感じる奴もいるということが、私みたいにな。あれだ、美人すぎる女は逆にモテないってやつだ。高めの花は高すぎたら誰もその花をめでることができなくなる。特定の異性にめでられたいなら自ら花の位置を下げることも必要ということだ。高価すぎてもダメだし、安価すぎても安い女に見られるからダメ。この塩梅が難しい。それで言えば高高1ミカドーラ分、私が主様に合わせるなら1億ミカドーラくらいでやっとどっこいどっこいじゃないか。高値すぎるのも困ったものだな。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。